甲子園中止決定の中、新たに野球を始める男が、しかも3万円の高級ズボンをドロドロにしてプレーしていました。つい先日、そんな天才クリエイターワッキャイから連絡が。レイパチさん、コラボしてほしい人がいます。誰？聞くと、とんでもない人でした。ワッキャイなりに甲子園中止を受けてあるプロジェクトを思いついたそうです。詳細は動画の最後に。というわけで、本日はひどすぎて未公開にしていたワッキャイのノックを公開します。徳さんの熱い指導でどう変わったのか、そのビフォーアフターをご覧ください。なぜか高級ズボンのままプレーし、それが大変なことに。ワッキャイ初のセカンド。ノックは前回以来？ノック前回以来です。どうでもいいニュースで話題の天才クリエイターワッキャイ、前回室内で軽くノック、今回グランドで人生初ノックに挑戦しました。はい、おー、いい、おー、オッケー。バウンドが合わないよね。あー、痛い。いいボディ。なるべくね、こう足を止める時間を短くした方がいいよ。はい、打球が来たら。はい、あ、いい、オーケー。いいね、セカンドっぽい。こう打球が転がってきてさ、はい、足が止まるよりさ、はい、打球にこう対して少しでも足を運ぶ方がさ、はい、なんかこうタイミング合ってこない？そうです。そうだよね、意外と。そう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 、向かってた方が自分のタイミングで入れるっていうか。そう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 、なんかもう打球の、はい、あのリズムはもう変えられないんだけど、はい、こう自分がこう足を運ぶことによって、はい、そのリズムがこう波長が合ってくるみたいな。そうですね。そうそう、お願いします。あ、そうそうそう、いい合わせだ。すごいすごい。おー、オーケー、ぽいね。クールだ。お願いします。はい、こっちだ。よし、いいね。オーケー、いい、今のいい、合ってきた。一旦回収。はい、あ、でも勉強になりますのでこの方が、うん、取りやすいものだとばかり思ってました。そうなんだよね。楽勝だって言って止まってると全然リズム合わなくて、はい、エラーし、自分のペースじゃないってことですもん。そうそうそう、らしくない、負けらしくないから、それは。すげえ。なんだあの。さあ、止めるバンドだ。オッケー。いいね。いい感じに受けてきたワッキャイ。ここで衝撃的なプレーを見せる。はい、ぶつかり、2時間のやつ。スライディング。血のパン。血のパン、大丈夫ですか。着替えはあるんだろうか。着替えはあるか。お願いします。一生懸命、何事も一生懸命な男、それがワッキャイ。オッケー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 。ちょっと強いよ。おー、うまいうまい。よし、はい、ニュースさん、難しいところ、バックハンドで。さっきイメージしてたやつ。そうはいかなかった。ギャップが自分の動きにギャップが埋めていこう。そのギャップ埋めていこう。バックハンドはね、はい、あんまりこのグローブの芯で取ろうとしなくていいよ。あの、あ、網があるでしょ、はい、そこにこう網でこう捕まえるぐらいの感じがちょうどいい。わかりました。うん、ほら、どうだ、バックハンド、網で捕まえろ。よっしゃ、いけ。いやー、アウト。なるほど、いいね、いい感じになってきた。勉強になる。勉強になる。バッよりよっぽど勉強になる。いや、それは怒られる。バックハンドは難しいからさ、はい、そうそう、網でこう受け止めてあげるぐらいがちょうどいいんだよね。なるほど、うん、何もちゃんと取らなくていいから。
はい、はい、前のバンド、あー、いい合わせ、よし、送球良くなってきたね、おかげさまで。どうだ、おーし。いいね、いいね、躍動感がある。はい、チームカン、おー、うまい、オーケー。あと、ドロドロや、徳さんの動画で、何下からって滑ってたね。やれた。確かに。よし、オッケー。はい、正面と、一二塁間と、はい、二遊間のゴロ一球ずつ、はい、ノーミスでいこう。はい、よし、頑張れ。しんどい。頑張れ。次はラスト3球。はい、正面、しゃオッケー、よっしゃ、いいね。さあ、1、2時間、あ、おいしい。さあ、1、2時間、あ、おいしい。ギリラスト、さあ、逆転グル、さあ、逆転グル、頑張れ、取れる、ナイス、いけ、取れる、逆進じゃない、いけ、取れる、逆進じゃない、よし、いいよ、オーケー、よいしょ。難しい。ワッキーを通してやっぱ足を運ぶ重要性を学ぶ。そうだね、新たに。そんなずっぽりと野球にハマったワッキャーに先ほどのコラボの件連絡してみると、ノックどうだった、改めて。ノック、そうですね、思ったよりも難しくって、あの向かってくるボールに対して向かいに行くっていうことを徳さんに教えてもらってからは、うん、だいぶやりやすくはなったんですけど、うん、今コロナで自粛中だけども、野球熱は、はい、コロナ前よりも、うん、燃え上がってます。そう、なんで、なんかあったの。先日、うん、もう一つグローブ買いました。こちらのグローブは実は僕が使うものじゃなくて、一緒に住んでる河野玄徳っていう子がいるんですよ。あ、そうそう、なんかコラボ依頼をしてきてくれてた。そうです、これその子です、その子です。で、まあ、一緒に行ってて、うん、僕もキャッチボールがしたいんですけど、うん、する相手がいないので、うん、一緒に住んでる河野玄徳にサプライズでプレゼントをして、プレゼントをしたっていうよりかは、むしろ僕はキャッチボールの相手欲しかったので、あ、押し付けたっていう感じなんですけど。すごいな、はい、河野くん野球経験僕と一緒でないんですよ、うん、なんですけど、キャッチボールした時に球の勢いがすごくて、その謎の東大生が初めてボールを投げた瞬間がこちら。やばい、徳さんとライパチさんの手にかかれば、ものすごいことになるんじゃないかと。そう、野球 やったことないし、野球好きでもないんじゃないの、その人は。あ、でも彼もキャッチボールしてから、うん、結構その野球の魅力にハマってしまったというか。あ、そう、すげえな、野球って。こんにちは、すいません、はじめまして。はじめまして、河野玄徳です。お願いします。お願いします。東大、巨大、ダブル巨頭が。やばいっすね。で、さらに深く話を聞くと、ただのコラボではなく、河野玄徳くんがやっているオンラインでの受験講座を球児たちに行かせないかとのことでした。高校球児がさ、まあ、甲子園中心になって、今後進路を決めていく上で、まあ、受験の人もいれば、また野球をこう多分続ける選手もいるんだけども、はい、まあ、それを今すぐ決めるっていうのは多分酷で、はい、あの時間かかる中で、まあ、そのいつかその選択肢として受験して勉強の道に進む多分球児もいると思うんだけど、はい、そこでその五野さんみたいなオンライン勉強です、ね、そうです、はい、とかいうのもあるっていうのを情報としてなんか出せたらいいな
っていうふうに、はい、ありがとうございます。はい、というわけでこんな風にですね、東大京大の勉強のエキスパートたちから受験に向けて何か力になれればというふうなお話をいただきました。改めて形にまとまった時にご紹介しますが、特産 TV ではこれからのことに向けてできることもご紹介していきます。あ、そして昨日の動画でですね、グラブを持ちながら話していたことが非常に不謹慎だということでご指摘を受けまして大変失礼いたしました。何を言ってもですね、他人事にはなってしまうんですけれども、球児たちにはグラブを置かずに少しでも野球を長く続けてほしいという、まあ、ライパチなりの意見を少しツイッターでつぶやかせていただきましたので、そちらも時間ある方は見てみてください。今回の甲子園中心に関しまして、思うことを伝えたいことをハッシュタグ最後の夏2020特産へというのに載せてつぶやいていただいたことをですね、何らかの形にしてまとめようと思っております。引き続きこれからできること、未来に向けてできることを考えていきたいと思います。詳細は動画の概要欄に載せておきますのでチェックしてみてください。コロナウイルスに負けない野球人一丸で乗り越えようをテーマにチャリ T シャツを作りました。アッパレショップ全国野球ショップさんにて間もなく販売スタートです。取扱いお問い合わせは概要欄のメールでお願いいたします。取扱い店舗については随時お伝えしていきますが、各お店さんツイッターやインスタに載せてくれています。チェックしてみてください。